先ほどのスペースに続いてですね、おはようございます。立憲民主党の衆議院議員原口和弘です。 YouTube で聞いてくださってる方はこんにちはとかこんばんはだと思います。本当に毎日聞いてくれるいるよっていう方もいてくださって本当にありがとうございます。でさっき のジャニー喜多川さんの性被害がこう隠蔽されてきたということに加えて、ちょうど私がですね、国会議員に当選して民主党ができたぐらいの時だったと思いますが、巨額のですね、詐欺事件っていうのがありました。大和都市間財事件っていうんですが、1000億円を超える詐欺事件で、それにある国会議員が関わっていたということでですね、徹底的に国会で追及してたんですね。で、それがその単なる詐欺事件じゃなくて、裏側に、当時ですね、資料が全部国会の事務所に残ってるんで、もう一回ひっくり返してみようと思うんですけども、その国会議員は大蔵省の出身の国会議員でですね、裏で、金融詐欺の事件で、ここで不作為が起きてるんですね。その管理監督するところがちゃんと監督してんのかという不作為と、もう一個は脱税コンサルタント。今日の主眼はこっちなんですけど、脱税コンサルタントっていうことで、名前もちょっとここでは伏せときますけども、そのがまた一方で暗躍してたんですよね。で巨額のこの金融詐欺事件と脱税ですが、これももう当時大蔵省ですね。今みたいに金融庁と財務省が分かれていませんから、財金分離っていうのであまりにも癒着がひどいんでっていうんで分けたんですよね。巨大な権力を持つから。でもその頃は大蔵省っていう形でですね、本当にその選挙の相手にまことしやかに言われたのは、実際にその相手の支援者に税務署を入れるとかですね、平気でやってたような、そういう時代ですね。やってたって、もう確定形で言うのはですね、実際に被害に遭いましたし、それからその何て言うかな、当時僕自民党だったんで、そういうことを誠しやかに言ったりやったりする人たちのことを見てました。だからその仲間をやっつけなきゃいけないっていう最悪の、その青年局長の時ですね、県会議員の時は。で国会議員はもう自民党席を外れて、もうこれを変えなきゃいけないっていう方にいましたから、もう遠慮なくやってたんですけども、県会議員の時はそれやめたらっていうのを言ってもやるんですよね。言ってもやるんですよ。だからどうした人たちなのかって、これで法律を作ったり条例を作ったりって絶対できないよねって思ってたんですよね。でちょっと話が横に飛びましたけども、その時にこの脱税コンサルタントの中心にいる人間が、さっきのジャニー喜多川さんじゃないですよ、芸能界も仕切ってるっていう人間だって言われたんですよ。で、国会人面で情報を共有するんですよね。共有しとかないと、その誰かが殺されると、それが、なんていうかな、もうそこで、さて闇になっちゃうからですね。で、やった、ここまでたどり着いたと思った時にですね、その国会議員は結局その、別件で逮捕されるわけです。政治資金規正法だったと思います。で、政治資金規正法で逮捕されて初めての国会議員なんですよね。で、その国会議員がちょうどその派閥の領袖の名前を言った、その翌々日かに逮捕されたんですよ。国会が開いてる最中で、その最中の逮捕許諾請求っていうのが、与党によって、これ、与党も賛成しないとできませんからね。どうしてこんなにすんなり、できるのと。
政治資金のあれもひどかったですけども、それよりもこの金融詐欺事件と脱税コンサル事件の方が大きいじゃないかって僕は国会民主党の国会人面だったと思います。まだ国会人面組織する前かも分かりません。あのふわっとしたまだ僕ら の追及集団だったのかも分かりませんけども、東京に戻ってその資料を見れば、まあ、年限が分かるんで、確かその国会議員が逮捕されたのは3月でしたから、もう民主党ってあの4月の27日にできてるんですよね。あの松下さんの命日なんでよく覚えてますけども、ちょっと年限を見れば、まあ、G 面があったかどうかっていうのは分かると思いますが、とにかく僕らはあの連携してやってたんで、もう多分あると思いますね。あのそれ驚いたんですよ。つまり僕らの追及をそのかわすというか、その派閥のトップまで行くのを、まあ、そこで断ち切ったように見えたわけです。まあ、検察の人たちには大変失礼な言い方だけど、まあ、それぐらいあの突然だったんですね。でそこでまあ結局断ち切られてしまうわけです。本来だったらその国会議員をですね、参考人招致やるよ、証人喚問すれば、その脱税コンサルの話も、まあ、かなり大掛かりなものじゃないかって僕らは思ってたんで、でここで止まるのか、止めていいのかって随分議論したんですけど、その時誰だったかな、あなたが今言ってるその人の名前、あの表で言ったらあの芸能界は追放されるんですよと。まあその後あの出たあのハリー・ポッターのボルデモートみたいなもんですよね。あの名前を言ってはいけない人ってそんな人がいるんですかって、試しに言ってみてくださいってあなたたちも殺されますよって言われたんですよね。なんじゃそれはと、俺ら国会議員が殺すってどんだけひどいんだって思ったんですよ。でその時の確か1週間後だったと思うんですけども、偶然テレビ局でそのまあ仮にその人の名前を A ってしておきます、この A らしき人物を見かけたんですよ。あのあれ A ですよって誰か言ったんですよ。で運転してたんですよ、あるあの大物の人の。それなんか芸能界をその仕切るような人がどうしてあの人の運転してんですかって言ったら、いや逆ですと、この人の親分子分で、それで運転手さんからあのいろんな勉強をしながらあそこまで行ったんですと、とにかくあの知らんぷりしてくださいって言われたんですよ。で向こうにらんでるんですよ僕の方を。あ、にらんでる、やべえって思ったんですよね。でも結局それっきりで、でどうやってもそのなんていうか鍵となるところが外されちゃってるんで、僕ら国会で追及して、例えば5人あの大臣を首取ってるんですね。まあ別にそれ自慢でも何でもない、自分が大臣の時にやり返される、まあその、あの別に悪いことしてないか、やり返されもしなかったし、あの辞めてもないわけですけども、何のまあ勲章にもなんないけど、ああやってこう最後までこうフィニッシュまで行けるものと、こういうなんか途中で里闇になってしまうものと、やっぱり僕ら国会でも追及しててもいくつもあるんですよね。で今でもこれを巨額のあの詐欺事件で被害を受けた方々、まあそこで知り合った弁護士さんたちが結局は今の今までそのいろんなことで泣き寝入り しかねないものをですね、もう泣き寝入りしなくていいっていうことまであの一緒に仕事をしてくださってるから、まあ、完全無駄ではなかったんですけど、逆に言うとその何て言うかな、隠蔽する力の強さ、まあ断っておきますが、検察がわざとそれをやったって言ってんじゃないですよ。タイミングが
あのまさに断ち切れてしまうようなタイミングだったっていうことを申し上げてるだけで、さっきの話をに加えてですね、あの記録として、まあ、スペースの中で申し上げておきたいと思います。まあ、だからこれを聞いてるあの同僚仲間必ずですね、情報共有してください。もう今でももう本当にあのなんていうかな、後悔してるのは石井幸喜さんです。僕らの国会人名の隊長だった彼が亡くなる1週間前に、まああんななんていうか、あの機嫌のいい石井さんは、まああれがさ、僕が石井さんをこの世で見る最後の石井さんになったんですけど、ちょうど昼休みにあの当時議員会館に議員食堂っていうのがありました。今もまあ細々と どっかにあると思うんですけども、そこでたまたま石井さんに会ったんですよね。でその時に、和弘君1週間後楽しみにしててねって、今までの政治そのものが嘘だったっていうことが分かるし、今の政権どころか今までの古い政権政党までひっくり返るような話を、これ僕の夢ではないと思うんですけど、あの記憶違いじゃないと思うんですけど、海外で出版することになったんだっておっしゃったんです。で石井さん、それ早く僕らに共有したがいいですよって。それただでさえもう電車のねホームで、あの後ろに誰かいるか分かんないからってこの間 G 面で言ったばっかじゃないですかって。でいやもうあと1週間だからそんなことないよって、あの彼ものすごくなんていうかな、シャイな人で、あそこまで言うっていうのはめったになかったんですよね。でボソボソっと、もう1週間だからって。でもその1週間後が彼が亡くなった日なんですよ。ちょうどあの僕は床屋にいたんですよね、赤坂ので。G メンの仲間が殺されたっていう話が来たから、僕はてっきり別の人だと思ったんですよ。一番目立ってたのはあの頃川村の親父でしたから、まあ、川村の親父に悪いけど、あの一番やばいことあのやってんのは川村の親父だから、共有、それは全部共有してたんですよね。だけど石井さんについては共有してないんですよ。彼はやってることが広すぎて。でよくあの段ボール箱の話が出てくるけど、あれも僕の仲間がみんな見ました。今あのゆきさんのところにあの管理してくれて、党が持ちきれんということでですね、ターニャさんと一緒に、でも言っちゃ悪いけど字がこう独特すぎて読めないのと、幅広すぎて絞れないんですよ。だいたい4つぐらいに絞ったんだけど、でもそれも違うっぽいし、宗教団体の関係かもわからないし、海外援助、それから彼がやってた特別会計、でも特別会計で日本がひっくり返るっていうのもおかしいでしょ。多分外国絡みなんだと思うんですよ。外国であの出版するって言ってたから。でも出版された形跡がないんですよ。跡形もなく全部消えてるんです。彼が胸に持ってたあの5つのものを持ってた黒いあのあれもの手帳もないんですよ。で手を切られてるんですよ。何かをこう取り返そうとしたんでしょうね。でも分かんないんですよ。だからあのこれを聞いてる同僚のみんな一生懸命追求してる時には、一人でやっちゃダメ、最低でも二人でやんないと。あれ永田君の時もそうだった。あれ2月8日にあの彼があの詐欺師を連れてくるんですよね。でこれ一緒に共有したがいいよって、あの頃真淵君とか売り出し中で、永田君もすごくあれで、長妻君とかですね、長妻君は年金、真淵君は例の耐震偽装ということであの追及の名を挙げていくわけですね。
永田くんもいっぱいいい、あれをやってんだけど、その詐欺師に6年ぐらい付き合ってますって言ったんですよ。後で分かったのは6ヶ月だったんです。これ共有したがいいっていうことを、で、永田くんこれ国会議員の親族だから、親族についてはやめた方がいいし、それは本人のところをやるべきだって言ったんだけど、突っ込んだんですね。まあ、それが、ああいう悲劇的なことになって、まっすぐな男でしたよね。本当に手を合わせるしかないんですけど、僕らはそういう犠牲を出しながら今まで来てます。だから、もう何回でも言うけど、絶対共有しなきゃダメ。絶対共有しなきゃダメです。そして、政治の世界を、まあ、浄化していきましょう。今また、もうこんなに嘘ばっかりの政治で変わんないんだったらっていう、三島由紀夫さんのですね、民主主義に暗殺はつきものだって、これ民主主義の外側の人が言ってるんですよ。暗殺がなければ政治家は腐るし、嘘ばっかり言うと。僕らはこれと戦ってます。民主主義の外側のものと。でも戦って負けちゃ外側のものが勝つんですよ。結局暴力が勝つんですよ。だから絶対にそういうことをやってはならないということを申し上げて、ここで、閉じたいと思います。芦塚さんありがとうございます。僕のこれのルールを挙げていただいて、それからツイッターの言葉をですね挙げていただいて、ではごきげんよう、失礼します。